外反母趾のやつが来てるんですよね、はい、で来てないのが膝と正胸椎なんですよ。これ難しいですよね。だ全部がバラバラなんですよ。チームプレーをしてない感じがすごいもったいないですよね、はい、絶対にメディアミックスしていかないとやっぱきついんで、気をつけないといけないのはもう単体でこう動くのやめてほしい。常にこう絡めてやっていくっていうのにしていかないと。今回の動画は YouTube の撮影を見学に来ていただいた方が集客にお悩みを持っているというふうなところで、集客をどういうふうにしているのかだったりとか、それに対する前川先生の熱血アドバイス、リアルな回となってます、はい、ということで、まずじゃあ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。神戸市北区から来ました友永です。じゃあやっていきたいわけですけど、集客にお悩みがあるというようなところで、前川先生がね、集客にお悩みがある人に向かってどういうふうにアドバイスしていくかっていう、このプロセスが分かるわけですよ。おー、恥ずかしいですなんか、まあ、勝手にハードル上げますけど、今から前川先生はいろんなヒアリングをしていくと思うんですよね。集客するっていうのはそういうところに気を配らないといけないんだっていうふうなのを感じていただきたいんですよ。分かりました。どういうふうに言ってたの、寄り添いながらやります。分かりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずやっぱり情報をね、いろいろ知りたいなと思うんですけど、はい、どれぐらいなんですか、こう開業されて。去年の10月なので半年ぐらいですか。おっしゃる、はい、開業6ヶ月。実際、まあ、単価とかってどれぐらいなんですか。1回8800円ですね。何枠でされてますか。基本今1時間です。先生はどういった人をこう対象に治療院経営されてるんですか。基本的には、外反母趾から来る足の乱れ、足の専門医という形で足の症状をメインに見てます。で、外反母趾から来る不調みたいな感じなんですか。はい、 OKOK。 実際これまで6ヶ月で大体月平均どれぐらいの集客数があるんですか。月平均3人ぐらいですね。おお、なるほどですね。この3人はどういう場所から来られてるんですか。広告媒体として。チラシだけですね。おお、チラシだけ。チラシは月どれぐらい巻かれてますか。月で1万枚ぐらいですね。折り込みとポスティング合わせて。ポスティングは何枚ですか。ポスティングが4000枚ぐらいです、平均で。で、折り込みが6000。はい。これどっちから来てるんですか。どっちかというと折り込みですね。大体どれぐらいの割合になってます。折り込みが2の、ポスティングが1。大体これで来る人たちってどういった年齢層の方が多いんですか。基本的には60代以上ですね。男性女性ではどうなんですか。男性1に対して女性が2です。女性の方が多いって感じですね。多いですね。はい。で、実際友永さんがされている広告っていうのはどういったことされてるんですか。今反応はこれで取れてるってことじゃないですか、はい、実際している広告ってどういったことがあるんですか。 LP が12月ぐらいに完成して、うん、でそこで PPC をかけたのが1月です。 PPC かけて大体なんか何人ぐらいが見に来てるんですか。クリック数で200人ぐらいですね。でこれで反応ないですね、はい、他何かあります。ホットペッパービューティーですね。これは何人ぐらい来るんですか。ゼロですね。ゼロなんですね、はい、これ大体何人ぐらい見に来てるか分かります。1日平均で50人から75人ぐらいです。月間は。あ、月間ちょっと分かんないですね。他何かやってますか。今のところ以上ですね。 OK、 ありがとうございます。でこれで、まあ、集客数を増やしたいという悩みなんですけど、はい、まあ、きっとですね、動画見てる方もすごい多いと思うんですよね。大体の方が集客苦戦してると思うんですけども、見ないといけない部分って何なのかっていうと、まず行動の量なんです。あとは広告媒体の数、あとはまあターゲットどこなのかっていう部分なんですけど、まあ、先にちょっとこう動画界で友永さんの話聞かせてもらったら、割とお年寄りの方が多いという地域だと思うんで、結構これ系は反応取れるんじゃないかなと思うんですよね。なのでこのターゲットとしては僕は全然面白くていいんじゃないかなと思うんで、あとはこの広告の打ち出し方をどうしていくのかっていう部分だと思います。友永さんの中では今こういう状況でどれぐらいの集客数にしたくて、それに対してどういったことをしていこうと思われてるんですか。1ヶ月10人ぐらいは欲しいなとは思ってるんです、うん、チラシは今みたいな感じかなっていう感じなので、 LP とホットペッパービューティーが伸びてくれたらなっていうイメージですね、うん、どうやって伸びると思いますか。ホットペッパービューティーがちょっと悩みどこで、うん、どういったターゲットに訴求すればいいのかっていうのがもう一つよく分かっていないので、うん、ここはちょっと悩みどこなんですけどもっと多分 LP で、うん、クリック単価がすっごい高いんですよね。ほうほうほう。このままそれを続けていいのかどうなのかっていうところに不安を感じている。ホットペッパーから行こうと思うんですけど、はい、なんでホットペッパー始めようと思ったんですか。妻がやってまして、うん、そこでのホットペッパービューティーの反応がすごくいいので、うん、ここに来て、発揮プランができたのもあって、うんうんうん、先行者利益を取れるのもありかなと思って始めました、うんうん、なるほどですね。それやるときって友達が集めたいこの人のことを考えながら始めました。そうですね。外反母趾が基本なのは一緒なので、外反母趾とはかけないので、うんうん、ホットペッパービューティーの場合、うんうん、そこがちょっとネックだなとは思ったんですけど、うんでも、まあ、姿勢改善だったりとかっていうところでいけるかなとは思ったんですけど、なるほどですね。これってね、この60代の人が多いじゃないですか、はい、友永さんはこれやるってなった時に60歳の人が多くなるなっていうイメージで始められたんですか。いや、僕もうちょっと年齢下がってると思ってたあまりにもそのチラシの反応が周囲の人にばっかりになっているので、うんうんうん、証券としてはもうちょっと広いと思ってたんですけど、うんうん、思った以上に高年齢でした。実際はいるんですね、40代、50代の方とかいるはずです。いるんですよね。いると思います。それはなんかこう地域でデータ取ったりとかしてみたりとかしてるんですか。住んでる地域の人口動態は取ったんですけど、うんうん、確かに60代から70代が一番多いんですけど、うんうん、その次が40代から50代なんですよね。
なるほど、じゃあいるのはいるですもんね。いると思うんですけど、まあでもそれはそうですよね。まだ50かのゾーンが多くて78集合ですもんね、今にね。OK、了解です。あともう一個聞いていきたいのは、この LP と PPC あるじゃないですか、はい、なんでこれクリック単価高いんですか。で、高いっていくらなんですか。先月が300円ぐらいだった。高っ。高すぎでしょ。はい。何のキーワードですか。膝なんです。膝の LP を作って、まず作って、それどうなのかと思ったんですけど、このクリック単価の下げ方をちょっといろいろ LP の見直しいくつかして、うん、それが少し下がってきたかなと思って230円ぐらい。それでも高いですね、はい、開業6回売り上げどれぐらいでどこ目指されてますと。1年後には月間100万ぐらいですね、うん、今は大体どれぐらいですか。今が10万ぐらいですね。なるほどですね。きっと動画を見てる皆さんもやってる方がいるんじゃないかなと思うんですけど、今これで売り出してるんですよね。はい、これで売り出してて、チラシはこれで売ってるんですよね。はい、でも LP は膝なんですか。そうなんです。これなんでなんですか。膝のと LP を作りやすい環境にあったので、まず膝からっていうことになってしまいました。おー、僕めっちゃもったいないなと思ったのは、はい、まあ、これで売り出してるじゃないですか、はい、実際今着てんのこの外反母趾のやつが着てるんですよね、はい、で着てないのが膝と正矯正なんですよね、はい、これもったいないですよね。あ、だ全部がバラバラなんですよ。全部が連携取れてないんで、一個一個がこう単発で戦ってる、なんかチームプレーをしてない感じがすごいもったいないですよね、はい、だから絶対にもうメディアミックスしていかないとやっぱきついので、そこをどう対策していけばいいのかなっていうのを僕は考えて伝えたらいいかなと思うんですね、はい、僕が待ってる人言ってて、こうしたらいいやんってアドバイスするんだったらもうこうするなと思ってるのがあって、はい、これ60代のティルカンさんとかって SNS やってる人いるんですか。SNS やってる人ほとんどいないと思います。あ、まあ、聞いたことあります。聞いたことないです。じゃあなんでやってないと思うんですか。話題に出ないからですね。話題に出るような話されてますか。一応ちょっと振ってみるんですけど、はい、あんまり食いつかないなと思って。友永さんからしてどういうのが食いつかないって感じなんですか。インスタって見られますかって言ったら、いやあんまりみたいな感じ。やってるやってないはどうなんですか。アカウント持ってるかどうか、お客さんが。それは分かんないです、うん、これね、治療家さん結構多いんですけど、自分で結構決めつけてる人が多いんですよね、うん、だからその辺は絶対に細かく聞いた方がいいですね。誰だったらもうやってもらうとかした方がいいですね。ああ。はい、でなんでかっていうと、やっぱメディアミックスさせていきたいんですね、はい、まず一つ目、チラシはそのままやられたらいいと思うんですけど、チラシを見てきた人がなんで来たのかっていう、来た決め手っていうのを聞き出して、それを前面に出したチラシに変えてほしいんですよ、うん、前ねチラッと見せてもらったことがあるんですけど、分かりにくいので、来る人がどこで興味持ってるのか。僕がいろんなこの足系の人見た時に、やっぱり外反母趾だったら見た目が変わったとかでやっぱり引きつけられる人が多いんで、もう写真をデカデカと使ったチラシにしてやってしまう。それでまず見られるっていうのを作ってほしいんです。なぜかというと、開業6ヶ月なんで、まだそんなに地域に知られてないと思うので、まず知られるっていう対策をね、ぜひしていただけたらなと思います。知られて来たらいいんだけども、今初回オファーってどんなのされてるんですか。4980円。これでね来たらそれでいいと思うんですよ。これで来なかった場合どうすんねんって話になってくるんですけど、初回治療を受けるってね、結構ハードルが高いんですよ。まだ知らない人が行くってなるのって結構ハードルが高いんですね。だから値引きしてやるんだけど、それでもねまだハードルが高いってことだと思うんです。じゃあここに1個階段作っちゃうんですよ。どんなことがあると思います。施術受けるのにハードルがあるんです。値段が安くても受けないってことはもう施術受けるっていう部分にハードルがあったりとかするんですね。その前段階どんなの作ったらいいですか。どうにかその患者さんとコンタクト取りたいですよね。そうです、どうにか取りたいです。無料にする。無料もまあいいと思います。一ついいと思いますよ。施術がハードル高いんですよ。まず来てもらう。そう、来てもらいたい。まず来てもらうためのファーを作ればいいですよね。外反母趾でしょ。ああ、この外反母趾が治るのか治らないかの測定とか診断とかあるんだったら、そんなにしてもいいと思いますし、例えばこのチラシの内容に外反母趾のランクみたいにつけておいて、重度とかやったら怖がらせるからあんま良くないかもしれないですけど、 A ランク、B ランク、C ランク、あなたはどれか無料で査定しますみたいな、やったら数が取れますよね、その場で、ちょっと片足やってみましょうかとか、わかんないですけど、やってみて、あ、先生これすごいやん、そうなんですよ、ちゃんとやってったら変わっていきますよ、なったらそこから継続取ってきますね、っていう部分をやっていけば、チラシだけでも全然集客増えてくると思うんです。でこれアナログなんで、アナログともう一個やっていった方がいいのは、やっぱりインスタライブだと思うんですね。 LP もめっちゃいいと思います。ホットペッパーさんといいと思うんですよ。ちょっとホットペッパーさんアクセス数がわからないんで、あれですけど、インスタ広告で広告審査通すの難しいですけども、外反母趾のビフォーアフターだったりとか、こういう人が良くなってますよみたいなやつで広告をかけていく。それでまた集める。集めた人をもうこの無料化で診断でいいんで、診断した人は絶対に自分のインスタのストーリーズでそれを報告してもらう。で自分はそれをまたシェアする。地域の人が10人受けて10人アウトしてくれたら結構な人にリーチすると思いますよ。でその時にこの広告でまた出てきたら何か気出しますよっていうのを回し出したら、それだけで新規は増えてきますよね、ってな感じでやるだけで僕は集客が増えると思います。これ目に湧きますよ。はい、できそうです。これできそうです。ご自身の中でやるとして、ここがちょっとネックになるなと思う部分ってあります。インスタ広告をするんですよね。そう、インスタ広告でいいです。でも広告するんだったら投稿もしておいた方がいいと思います。そうです、そうです。じゃあ次どう投稿しますかみたいな疑問を持つ人が多いんですけど、どうでしょう。そこなんですよね。インスタを続けるっていうことがハードル高そうだなと思ってですね。これめっちゃ簡単で、きっとこの外反母趾学ばれてる先とかがあると思うので、はい、そこから事例とかって結構もらえると思うんですよ。
それ投稿するだけでいいと思いますよ。ああ、そうなの。うん、まあ、2日に1回とかでみんな投稿してるだけで全然いいです。外反母趾図鑑みたいな感じにしたらいいんですよ、インスタを。外反母趾とか足の専門家を出すために足図鑑みたいな感じにしてしまって、足の図書館館長友永みたいななんか雰囲気あるじゃないですか。足のビフォーアフターばっかり出してて、広告見た人がそれ見に来てもすごいし、そのまま LP も外反母趾にやったりと思うんですけど、そこ見せてとかやるだけで、これ間違いなくね、地域くれると思うんですよ。あ、はい、これを早くやってくれるかどうかです。わかりました。でもどうですか、これ聞いてみてイメージ湧きますか。チラシの部分はそういう意味では、ああそういうことかっていうのはよくわかります。インスタも広告ですよね。もう分かってないですね。じゃあどんどん言ってくださいよ。広告と通常投稿があるんですよ。はい、これ分けて考えるんですね。はい、広告はこれもう地域のように無理やりリーチさせていくんですよね。自分を見せていけるわけじゃないですか。投稿はしてても見せていけないんですよ、もう知ってくれてないと。だから無理やり見せていく、広告出してリーチしていく。この人たちが直接 LP に飛んでくれて焼くっていう方法もあるし、この人がそんなんあるんやっていうことで友永さんの普段投稿見に来る場合もあるんですよね、はい、これ両方しないといけないんですよ、うん、広告バナーは、まあ、ビフォーアフターで初回オファーつけてとか、無料診断来てくださいとかでいいと思うんで、そこから飛ばす。こっち側は普通にビフォーアフターを出し続けたらいいです。はい、横3列で縦バーになっていくじゃないですか、うん、そこにはそのビフォーアフターを載せ続けたらいいです。ほんならこれだけで回るでしょ、はい、でこれ見てる人のところにチラシが届いたりとかしたらメディアミックスしていけるじゃないですか、うん、まずはここから進めていってほしいですね。で実際これ来た人をまたストーリーズに上げさせて、でそれをまたシェアして拡散してどんどん回していく。それをしつつ、いろんなイベントを売ったりとか、チラシがなんか地域指導したりとか、地域の何かあるんだとやったりとかして広告媒体を増やしていくっていうのをやっていけば間違いなく取れる。気をつけないといけないのは、もう単体で広告のやめてほしいんです。常にこう絡めてやっていくっていうのにしていかないと、ね、この前のサッカー見ました。イランに日本負けちゃったんですけど、チームプレーしないといけないですよね。誰か一人すごい人が入ってもすぐ潰されるわけじゃないですか、うん、みたいな感じかどうかわかんないですけど、そういう連携を取るっていうのをやってほしい。わ、はい、かりました。これ本当に、はい、他に質問あります。その時の広告の予算ってどれぐらいで考えてるんですか。お、いいですね。インスタ広告に関しては正直5000円ぐらいです。1回が正直ですけど、これもねちょっと細かく言いますね。広告も ABC とかで試してほしいんですよ。はい、そっちを変えてほしいんです。そういう出し方もそうですね。例えば外反母趾悩んでませんか、はい、ビタミンの悩みもあれば美容見た目の悩みもあるじゃないですか、うん、訴求ポイントをいろいろ試してほしいんですよ。動画なんでカッコつけて言いますね、はい、コンセプト大事じゃないですか。あ、全部が外反母趾のコンセプトじゃないですか、はいはい、みんなはこのコンセプトを広告にするんですよ。外反母趾ってこれを写真変えたりとかして試すんですけど、それももちろん大事なんですけど、このコンセプトと広告のコンセプトってあるんですよ。これが訴求ポイントですね。相手の悩みとかこうなりたい姿ってたくさんあるじゃないですか。それを叶えるために外反母趾のやつがあるわけじゃないですか。この悩みとか叶えたい未来とかをここに出すんですよ。それがたくさんある中でどれが引っかかってくるのかを試してほしいです。5000とかでいいです。でその中で一番反応がいいやつをこれだけにして、そこに資金投入です。ならいいテストできますよね。わかりました。それで当たったそのコンセプトをチラシにも使うし、うん、LP にも使うしってやったら全部がいい反応のやつできるじゃないですか。っていう感じでやっていくと低予算で爆発的な集客ができます。わかりました。わかります。大丈夫ですか。はい、はい、外反母趾でやってるとか足の専門でやってるっていうふうなところはどう思われるんですか。今の活動と運営と考えたら、見てる人は足専門でやらん方がいいかなみたいな感じで感じる人もいると思うんですよ。その辺どうなのかなと思って僕はね、今はこういう変わったのやったらおもろいと思いますよ。ここ足に困ってる人とか足を気にしてる人意外といるんで、外反母趾でまず行ってみて、でこれやったらこれ当たると思うんですよね。当たらんかった場合はちょっと範囲広げていいと思います。結構絞ってるじゃないですか。だからどこまで絞るかが大事で、外反母趾まで絞って当たらないんだったら足専門にしたらちょっとこう広がるじゃないですか、みたいな感じでやっていったらいいかなと思いますね。今はここが悪いのかこっちが悪いのかって分かんないじゃないですか。そういうことですよね。また友永さんがなぜやりたいのかっていう思いとかもね、ちゃんと聞いた上で、確かに確かに、やってらないといけないですけど、そういう思いがあるからこれを掲げられてやってると思うんで、みたいな感じですかね。 OK です。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな感じで終わりましょうか。はい、実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、こちらの1万人以上の方が登録している公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売上2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白イン集客を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人、YouTube 登録6600人達成記念で最新ノウハウを公開しております。最新ノウハウではチラシ&ホームページ集客、 SNS 集客、この速攻型と積み上げ型を組み合わせた超ハイブリッド集客、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売動線、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、白イン集客完全攻略、合計スライド238枚、
リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人治療院経営動画教材360分、前川雅治が実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万2000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分、あらゆる条件で100万達成者が出た実践した映像まとめを配布しております。合計178ページ以上、計15個の無料特典、特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして一記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており、現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ、治療院集客に必要なノウハウをつぶやいているツイッター、これらを含めた計15個の無料特典、特別動画教材100分がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。